ごめんなさい。
ちょっとお伺いいたしますが、ただいまここのところを17、18の女学生が通りませんでございましたでしょうか。あ、こちらの方。なんでございます。出てらっしゃい。この方です。この方でした。もう怖くないから、先お帰りなさい。いけませんな。お見受けするところをいいご年配のくせに。何でございますか。ただいま。なるほど。お話を受けたまわれば、あるいはそのような。いや、あるいはではありません。確かにその通りなんでございますよ。しかし、それにしてはいささか行動が突飛すぎるようですな。いや、私は家内の者にそれはいつも言われつけてるんでございますが、性分というものはなかなか治らないものでございまして。とにかくご名刺をいただきます。あいにくと店の名刺は持ち合わせがございませんが、店は日本橋通り三丁目の明治堂と申しまして。おお、カステラの。ご存知で。よくご存知で。ああ、さようで、どうも。太田鶴右衛門、拝命メイド。メイド、トシコ。長雨やカステーラのカビ取り合えメイド。このメイドさんですか。ああ、そうです、そうです。あなたもこの雑誌の。時々載せていただいております。ご存知でしょうか、順帝という号ですが。おお、順帝さん。よく存じ上げております。確か先月の佳作に、事故なきし晩酌のよい常ならず。いや、どうも愚策で。てこい。ですからお嬢様、我が家は口を酸っぱくして空手をお習い遊ばせて申し上げたのはこういう時のためなんでございますよ。いいあなた、ばあやの空手は嘘ではございません。何しろあなた、ばあやの家は先祖代々空手でもって島津様にご奉公申し上げたんでございますからね。だっていいあなた、空手と申しますのはまずこういうふうに構えまして相手の方のいいよ。なんじゃバカバカしい。いつもわしが女の一人歩きはいかんと言ったのはこのことじゃ。それ見なさい、若い娘がのこのこと出て歩くからそんな目に遭うんじゃ。ねえ、まだ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 勇敢でよろしい。さあ元気で参れ。お父様ったら無理よ。一人歩きが悪かったら学校へもどこへも行きやしないじゃない。ねえ。そうでございますよお嬢様。だから空手さえ習っておきになればどこへお出かけになったって平気でございますよ。いや、意外か。要するにお前たちは文明の恩典に欲しすぎておって体中が油断や好きだらけじゃ。若い娘が体の油断や隙を他人に見せるということが一番危険じゃ。そもそもこの人間の油断とか。ねえ、ありがとう。勇敢でよろしいぞ。さっ元気で参れ。ごめんください。はい。お嬢さん、先ほどは失礼いたしました。来たわよ、来たわよ、さっきのじいさん。ちょっとか、たわけ者だ。おのと、黙れ。どうする、ねどうする。大丈夫でございますよ、旦那様お年はお取りになっても。それが怖いのよ。
怪我でもさしたらどうすんの？ご安心させるのは一等の親孝行でございますよ。あなた様はお小さい時からお利口さんでいらっしゃいましたから、ここのところはよく分かっていらっしゃいますね。だってばや、私まだ女学校通ってんのよ。いくらなんだって、少し早すぎると思う。そこでございますよ、あなた。なに、昔なら早すぎるなんてことはございません。17というお年頃ではみんな立派に片付いていらっしゃいました。現にこの清だってあなた16の年にはちゃんと片付きました。そう、それでどんな気持ちだった？どんなってあなたそれが当たり前でございましたもの。平気でございましたよ。なるほど、今時では少しお早いかもしれません。お考え遊ばせよ。お父様はお年がお年でいらっしゃいますから、あなたが立派にお片付きになるのを毎日待ち焦がれていらっしゃるんでございます。年寄りというものは先が知れておりますからね。毎日毎日がそりゃ寂しいもんでございます。よ
それにこの清だって、お嬢様の立派なお嫁に姿を拝見して死にたいことに。じゃあね、ばあや、とにかく見合いだけはするわ。ね。その上でまた考えるとして。ね。よう決心してくれたの。ありがとう、ありがとう。なあ、ぶち明けて言うが、お父さんの蓄えもすでに心細いのでの。あの秀明もまだ小さいから、わしにもしものことがあったら、これからの教育をどうしてやろうか。それが心細うっての。林をってみっともなっちゃうやせ、女は襟元が一番肝心じゃ。痛いったらお父さん。我慢せ。旦那様、もう一時でございます。分かっとる。痛いな。大丈夫、もういいでしょ。まだこちら、こちら。さあさあさあ。姉ちゃん見合いするんだ。見合いってなんだよ。お婿さんと会うことさ。会ってどうするんだよ。こんにちはって言うのさ。それだけか。そうさ。誰と会うんだよ。え、お菓子屋か。いいとこ行くんだな。秀明、あっち行っといてよ。いや、大丈夫だ。承知しないから。ねえ、お菓子屋行ったらうんとお菓子持ってきてよ。秀明、お前行ったんだね。よし。お、まだある、まだまだ。あれがお見合いなさるお嬢様の遊ばすことですかね。こんにちは、お父様。ああ、いらっしゃい。皆さんお待ちかねだよ。一体何なの、急に。ああ、まあまあいいや。あきこが来たよ。こんにちは。あら、まきこ姉様も来てらしたの。しばらくね。ええ、ご苦労様だな。お姉様も呼び出されたの。そう、兄弟総動員よ。一体何なのよ。びっくりすること。進む。お前はお前で長男のくせに、農場の百姓仕事に夢中で、店を継ぐ意思はないんだし。悟は悟で、金山だとか石油だとか夢みたいな言葉が言って歩いてるし、結局家を継ぐ者は勤めようここにないんだもん。そうすな。それは僕よか勤めの方がいいですよ。あいつは若いくせに案外しっかりしてますからね。そう。こんにちは。おう。しばらく。じい様、一体何なの？
勉が見合いをするんだってさ。あら、勉ちゃんがお嫁さんもらうの、うん、あら、嫌だ。勉ちゃんたらまだ子供じゃないの。そうなんだよ、母さんもそう思うんだけど、おじいさまったら。何を言うんです、勉はもう22ですぞ。うん、この亀蔵がお前のところへ入り残したのは21です。はっ、21でございました。それを考えれば早いことありません。はい、決して早くはございません。何をおっしゃるんです、頼りなかったわ、あなたと来たら。もちろん今でもそうだけど。うん、とにかく早い遅いは言ってられないよ。わしの見つけたお嬢さんと来たら、それはそれはよくできた方で、ぐずぐずしているとすぐよそに取られてしまうからな。それでこっちも急いだんだよ。まあまあ見ていてごらん、素晴らしい掘り出し物だから。またおじいさんの掘り出し物か。まあ見てびっくりしなさんな。掘り出し物といえば、サトルはどうしたんだな、だいぶ遅いようだが。ちょっと待って。ねえねえ、お父さん。奥でございますが。奥、やっちゃったな。は、いや、運転さん、すまんけどもうちょっと待ってね。ああ、まさかすっぽかしいじゃないでしょうね。冗談言うなよ、俺はこの家の息子じゃないかな、松戸。ねえ。待ってるぞ。お母さんは客まで。いや、どうも遅くなってすみません。あ、それかお母さんちょっと。おい、サトル。はい。なんだその格好は。はい、どうしてお前はそのだらしがないんだ。第一、お前一人だぞ。今日遅れてきたのは。いえ、おじいさん、実はん？円卓。何？いや、自動車が。自動車がどうした？こう、こう、いや、お母さん。なんだ？いえ、お母さんちょっと。お母さん、ちょっと。ねえ、お母さん、お母さん。お母さん、お母さん。お母さん、お母さん、ねえ、お母さん、よ、お母さん、サトルさん、あ、お姉さん、いくら欲しいの？いや、たった2円でいいんですよ。今日に限って細かいの切らしちゃったもんだから。本当に2円でいいのね。本当に2円でいいんですよ。それじゃあ、大きいのばっかりじゃあ、これでいい？この2円でいいわな。え、知らないわよ。後で何か言ったって知らないわよ。大丈夫ですよ。言ったって。姉さんやっぱり分かるな。姉さん、ちょっと、どうしたのよ。あのね、10円貸してくれない？ほらご覧なさいよ。明日きっと返すから。いいわよ、当てにしてないから。お、俺とうまいこと言いますね。ねえ、ちとむちゃんったら変な人よ。急に山への分だって支度してるの。まあ、どうして？どうしたか知らないけど、いくらみんなが騒いだって僕には僕の考えがあるんだ。これからすぐ山へ登るんだって、リュクサックの中どんどん荷物入れてんのよ。そう、お見合いするならきっと決まりがあるんだよ。そうかしら。何、人が山登りをするって、そんなバカなことがあるものか。わしが言ってよく聞かせて。あの成島さんがいらっしゃいましたよ。ああ、そうか。おい、タケ、タケ。はい。
どはお出迎えしなさい。はい、ちょっとお待ち。帯が曲がっているじゃないか。おいおい、竹、帯が曲がってるじゃないか。分かってますよ。おっしゃるくらいなら直してください。お嫁さん来たの？どんな人かしら。私も行ってみよう。ああ、お前は引っ込んでいなさい。お前みたいなもんが出たらぶち壊した。さあさあ、みんなもちゃんと席に着きなさい。席に。静香さん、スタイル父ちゃん連れてきましょう。ああ、そうしてくれ。すん、お客様お見えになったの？お客様お見え。なんでその格好は。ちゃんと座っていなさい、ちゃんと。僕も帰りますよ。困ったやつだな、お前は。昔からのんき坊主で座っていられないのか。ああ、これこれ、サトル、何をぐるぐるしているんです。ちゃんと座っていなさい。いや、自衛札落としちゃったんだ。そんなものはいいじゃないか。よくはないですよ。じゃあおじいさんくれますか。やるよやるよ。そうですか、本当ですね。あの時は確か10円札を1枚2枚3枚、全部で10枚なくしたんですけどね。後にしなさい、そんなこと。いえ、たった今おじいさん、気持ちの変わらないってくださいよ。ね、おじいさん。おじいさん、くださいってば。おじいさん。バカ！おじい様、お嫁さんたち驚いてるわよ。決してあなた方のことを申し上げたわけじゃないんで、どうか気になさらず。いいえ、うちには口の悪いオウムがおりまして困るんでございますが。オウムなんですよ。どうしたんだ。おう、どうしたんでございましょうか。ちょっと失礼。あ、参りました参りました。どうも大変お待たせいたしまして、ただいま参りました。あるな、僕は。まあ、つとむちゃんダメよ。あ、いけねえ。そう、これがそのスイカなの。面白いじゃないの。ちっとも面白くないよ。ずいぶん痛かったよ。でも、そういうのが縁っていいんじゃない？やだよ、そんな縁なんて。ねえ、つとむさん。あの方、どう思う？どうって？とってもいいお嬢さんじゃないの。可愛くて、素直で朗らかで。つとむさんにはもったいないよね、言い方。私だんだん好きになっちゃった。だってまだ子供じゃないか。若しくて。ねえ、つとむさん、私おじいさんの総合説に賛成するわけじゃないけど、あんな言い方めったにないと思うわ。今のうちにお約束しといたらどう？嫌だよ僕は。つとむさん、嫌だから。くだらない反抗はよして、真面目に考えてみたらどう？私がお嫁に行ってしまったら、このうちは誰が面倒を見るの？ねえ。
ましょうね。もうあんたのシートのこれがおしまいよ。言っちゃダメよ。あの二人はお話をしているんですからね。菅原で月の先でやられたところさ、ね、お座になってたろ、うん、それからね、ほら、ここあの奥多摩でやられたところ、こぶになってたろ、ね、ほら、あら、本当だ、こぶになってる。それから、何よ、お話を、お話があるからって言うんで来たのよ、私。それだけだよ、君だったら一度行ってやろうと思ったんだ。ごめんなさいね。ねえハッピー、あたしがいなくなったら寂しくなる？誰もチーチ取ってくれなくなるわね。じゃあね、あたしから正直に言っちゃいましょうか。あたし結婚なんて全然考えてないのよ。だってまだ学校へ通ってんですもん。そんなこと考えてみたことさえないわ。あ、僕だってそうさ、僕だって学校へ通ってるんだもん。結婚とは何ぞや。結婚は幸福をもたらすか。自分は果たして結婚する資格ありや。そんなこと考えたら頭がくちゃくちゃになっちゃった。代数の因数分解の方がずっと楽だわ。君はうまいこと言うね。そう、お姉様にいっぺん結婚観聞いてみない？お姉様、もうじき結婚式なさんでしょ？聞いてみるか、参考のためにね。新姉さん、ちょっと来てください。なーに？待ってらっしゃいね。例えば、あなた方は青い鳥を探して歩き回る。チルチルとミチルと同じわけよ。チルチルとミチルという小さな兄弟が幸福の印である青い鳥、つまり人生の幸福はどこにあるかと、いろいろな国々を青い鳥を探して歩き回るという次第ね。あれと同じ状態だと思うの。で、結論はどうなんですか。お芝居ではね、チルチルとミチルがいろんな国を回っても結局青い鳥は得られないのよ。それがある朝目が覚めてみた。自分の家で飼っていた鳥が青い鳥だった。つまり幸福というものは遠くにあるものじゃない、自分のすぐ近くにあるものだというわけだ。じゃあ姉さんの考えはどうなんです。私もそれと同じなの。初めて縁談が起こった時から、結婚とは何ぞや、結婚したら幸福になれるかって随分悩んだわ。ところがそんなこといくら頭で考えてもダメ。向こうの方と交際していくうちにだんだんと相手の心が分かり、近頃でやっと安心して信じきっていける気持ちになれてきた。それは初めはとっても不安なものよ。工場の連中がね、僕があなたと結婚すると聞いて、明治堂の娘ならぜひお菓子を何とかしろってとってもうるさくてね。以前ならいいんですけれども、近頃おじい様はとってもうるさいのよ。行事通りは一切まかりならず、私たちでさえ満足に口にできませんの。しかしいいおじい様ですね。こらまた現
探しの噂をしていたな。ええ、してましたと。どうぞ、いいんだいいんだ。どうせ、どくなこっちゃあるまい。ええ、悪口ばっかり。早速ですが、立花さん。一つ、婚礼の日取りを決めたいと思いまして。うん、あ、まあまあ、そんなことよりも。ねえ、立花君。君は、赤い鳥ってのを知ってるかね。赤い鳥？ああ。子供の雑誌の。え、いいよ。西洋の芝居だよ。の。え。ああ、あれですか。なんですね、お父様。西洋のお芝居のお話より、千鶴子の日取りの方が大事じゃありませんか。まあまあ、お前はちょっとお待ちなさい。お前はお待ちなさい。実はね、勉と、相手を一つ、赤い鳥で行こうと思うんだよ。は？え？君はまだ何も千鶴子から聞いてないのかい？千鶴子、お前まだ何もお話してないのか？いいえ。なんだい、そうかい。つまりね、二人はまだ若いとか、何にもわからないとか言って、ぐずぐず言うんだよ。ああ、ぐずぐず申しておりますな。それでだ。つまり、その赤い鳥、いや、それは青い鳥でも何でも構わないがね、芝居でやるように、二人に、みんなのうちをよく回らせたらどうだ。これが言うんだよ。住むのうちでも、マヒコのうちでも、どこのうちでも、それぞれまあ、なんとかうまくやっている。ね、だから、二人によくそれを見せて、決心させるのが一番いい。こういうわけなんだよ。お父様、そんな突飛なことをおっしゃって、まだ結納もしてないのに。まあまあ、お前は黙ってなさい。え？若い者には若い者同士ってことがあるんだから。それは若い者が若い者同士だよ。わがみには生かしの慣れの水を叫ぶ鍋今の読書は岸田香織さんでございました。続いて次へ移ります。いつも放送局からきっちり45分で戻ってまいりますから、遅くても9時には戻ると思います。それまでもうちょっと食事お待ちになって。どうぞどうぞ。もう待ちきれないわ。皆さんにもお気の毒だし、
そろそろ始めましょうよ。ね。ねえ、アッコさん、もう少し待ってみましょうね。もうたくさん。あの人、どこを突き歩いてんのかしら。坂に来てるわ。尺に座るったらしないわ。あの人、きっとどっかで飲んでるのね。いや、そんなことはありませんよ。そうよ、決まってるわ。あの人ったらね、いつも放送局から来るお礼のお金をみんな飲んで帰ってきちゃうの。私、悔しいわ。ねえ。そんなことはないでしょ、奥さん。そうよ、決まってるじゃないの。あ、そうだ、いいことがあるわ。みんなちょっと待っててね。ほら、どう？これみんな本物なのよ。これもこれも。あの人大事にね、隠してあるの。ケチだから。だけどみんな飲んじゃいましょうよね。はい。ほら。本物だよ。すげえ、ほら。ほんとか。はい。はい。いや、ほら。いい気味だわ。あ、ひでこさん。あんた、練習室のピアノの上に葉巻があるから、あれ持ってきてちょうだい。ねえ、皆さん、みんな飲んじゃってよ。ね、あの人帰ってきてきっと驚くわよ。いい気味だわ。いやね。バカおかしいね、まったく。帰ってこない岸田さんも悪いけど、お姉様だって少しどうかと思うわ。二人ともおバカ野郎だよ。大地、こんな時代に用紙だとか葉巻だとかは大切にしてるなんてもう大間違いよ。そうだよ。バカバカバカ。生きてもバカ。ひょっとすると岸田君は僕の家に来てるかもしれませんよ。本当？林さん。確かそんな約束をしたように覚えてるんですがね。本当かしら。きっと来てますよ。それじゃあ、ひょっとすると来てるといけませんから、僕これで失礼。どうも奥さん、大変今晩ごちそうになりました。岸田君が家に来ておりましたら、すぐお帰りになるように言いますから。それじゃあ、どうも大変ごちそうになりました。あっこさん。失礼します。あら、あらあら、皆さんお帰りになるの？もう少しいいじゃありませんか。はい。先方ですよ。どうもご苦労様。岸田君、うちに泊まっています、林。まあよかった。やっぱり林さんとこで泊まってたのよ。でも変な人ね。こんな日に4時によって泊まるなんて。ねえ。はあ。ずいぶん心配しちゃった。眠いでしょ？お腹減らない？でも。減ったよ。僕たち少ししか食べてないんだよ。まあ、そうだったの。すまなかったわね。じゃあもう一度食堂行きましょうよ。ね。はい、どう？少しね。うん。岸田と結婚して3度目よ。でもこんなに印象深いのは初めて。改めて姉さんのお誕生日のために。ありがとう。おめでとうございます。ありがとう。岸田さん。はい。先方。あら、またよ。どうしたのかしら。私行ってきます。すいません。
家に泊まっています、今井。岸田君、うちに泊まっています、今井。あら、変ね。岸田君、うちにお泊めした、田中。まあ。木村君の家に泊まっている。安心せよ、岸田。まあ、悔しい。みんな私を安心させようと思って、こんなに嘘ついて騙したりして。ああ、悔しい。こんなもの。どうしようかしら。バカバカバカ。ああ、悔しい。嘘じゃないったら、だからさ、途中で不審尋問に引っかかって、ちょっとその警察行ってきたんだよ。嘘だと思ったら警察で電話かけてみればわかるじゃない。知らない。嘘じゃないよ、本当だよ。本当。嘘ですよ。嘘。あなたったら、もうどんな弁解だって聞かないから。嘘じゃないってかさ。嘘つき。尋釈に触る。どうせよ。逮捕すんなよ。あ、危ない。おい、乱暴すんなよ。よせってばさ。危ないじゃない、こんな。姉さん、うるさいわよ。あんたなんか黙ってらっしゃい。姉さん。うるさいわよ。おい。ひだこさん、何してんのよ。それ取ってちょうだい、早く。おい、君、なんとかしてくれ。姉さん。おい、それは北京の大使館。北京も大使館か。はい、次。散歩、あ、それは君、友達がまだ手にしてる。じろじろ見るもんじゃなくてよ。でもさ、見学だもん。留守なんですけど。預かってないんですか。ええ、じゃあ言っといてください。現金じゃないと困りますってね。この店いつもそうだ。言っといてくださいよ。
がりになってよ。でもお客様なんでしょ。いえ、宅の弟さんですから。さあどうぞ。そう、じゃあちょいと邪魔して。さあどうぞ。あら、すいません、本当に汚いところなんですよ。結構よ。あの、こちら私が昔いたところのご主人のお姉さんですの。それからお連れ合いは歌舞伎の嵐三太郎さん。今そこでお会いしたもんですから。あの、宅の弟さんとお稲漬けのお嬢さんは。おせ。まあ、ご立派な方。お嬢さんもおきれいで。いいわね、若い方は。本当に私ってはすっかりご無沙汰しちゃってね。皆さんお元気？ええ、もう元気すぎて困るくらい。いいね、ちいちゃん。今度、いよいよこの人名題になってね。あら、まあ、そりゃおめでとうございます。さんちゃん、よかったわね。とんでもない、またおめでたいどころか。何しろね、ちいちゃん。あ、じゃあね、奥さんか。いや、あの、すいません。つい昔の癖が出ちゃってね。いやでね、奥さん、私もね、何も今さら名題でもないと思うんですがね、何しろこいつがね、まあ肩身が狭いとか、もう顔が潰れるとか、私が喉に乗っていねえと芝居もおちおち落ち着いて見られねえとか、もう滑ったの転んだの蜂の頭だのってね、もう百内ババアみたいにうるさいもんですからね。いいの、そんなこと言って。いやいや、それはまあなんですよ。まあ割っていやね、まあそんなわけでさね。相変わらずね、さんちゃんは。来月の出し物は確か鏡山ね。ひで子さん、ご覧になったことあります？あの、お父さんがやかましいので。ごもっともさまでございますとも。あなたはもう固いのご家庭。ねえ、サンちゃんの役は何なの？それがあんた聞いてよ。本当に嫌になっちゃうわ、この人と来たら。ラレマショーなのよ。ラレマショー？いえね、それは何なんですよ。姫君様にはいらせ。これはもう私のセリフじゃねえ。これはもう人のセリフ。その後のラレマショーな、これは師匠のセリフなんですよ。あら、まあ、たったそれだけ？たったそれ、あさんちゃんってば。いや、切符いただきましょうか。すいません。いえ、実はそのことで伺ったのよ。すまないわね。いいえ、ろくなこともできなくて。夜前でいい？夜前で勘弁してね。ご覧の通りの世話場なんで。結構ですとも。いえ、あの、お金はいつでもいいのよ。そうですか、姉さん。本当なら2、30枚いただかなくちゃ入りが悪いんですけどね。あら、いいのよ。じゃあ、4枚。すいませんわね、本当にご迷惑かけちゃって。いいえ。じゃあ、なんですけど、私これ失礼するわ。もう帰り？お茶も差し上げないで。あら、いいのよ。本当にお客様とお邪魔しちゃって。ごめんなさい。じゃあ、どうも失礼いたしました。ごめんくださいまし。あの、皆さんによろしくおっしゃってね。本当にお邪魔しちゃったわ。いえ、いいのよ。どうもありがとう。どうもありがとうございました。ごめんください。清水君、やりたい。いや、これはもう。さあ、一つお酌しましょう。いや、僕はダメなんです。まあまあ、そう言わないで一ついかがですか。本当にダメなんですか。そうですか。本当に何もございませんでして。いや、奥さん、どうも。とんだごちそうさまに。さあ、遠慮なくやってください。え、一ついかがです。あ、どうも、恐れ入りやすさ。あ、どうも失礼いたしました。
なんだ、ないのか、持っといて。あなた方、あちらにご飯できてますから。じゃあ食べといて、はい、ね、おい、熱くしといて。え、もう、どうぞお構いなく。いやいや、まあまあ、遠慮しないで。今日は前祝いだからね。何しろ前途有望の見込みがついたんだから。さあさあですと、最後の岩盤に突き当たったんですから、あの岩にぶつかればもう締めなんだな、本田君。ああ、そうとも。技師の人もそう言ってたよ。何しろあの岩は卵の殻みたいなもんだから、ちょっと穴を開けたりすりゃ中の石油が嫌でも吹き出してくる。ほう、そう言ってたな。うん。でですな、うん、その岩に穴を開ける費用ですな。何度言うんだよ。だから任しときたまえ、言ってじゃないか。何しろご本家がしっかりしてらっしゃるから、その点は安心だよ。おい、お酒まだかい。落ちよ。あなた、ちょっと。兄さん、呼んでますよ。うん。何？あの女だろ？新橋で芸者してたってな。そうなんだよ。それにはいろいろあってね。そんなところにいたって、どっか違うね。うん、粋だよ。もったいねえよ。ねえ、お前らちょっとお客さんと行ってて。ね。ちょっと。酒がねえんだよ。ああ、そうか。大したことはねえんだな、このうちも。バカロ！何をさ、手を入ろう。乱暴な人だ。なんて真似するんだよ。だな。なぜ？で、あんな人数ぶりは無意味だと思うよ。そうね。人数だけしても青い鳥来ないわね。要するに古臭いんだよ。昔の悪いとこだけ取ったらね。でも私感心したわ。何よ？トムさんって案外勇敢ね。私痛快だった。Thank you.
らないわよ。ポンポンなんか痛くならないわよ。またそんなに決まり口くるって。もう一つぐらい大丈夫だよ。大丈夫よ。トリコの子には負けちゃうわ。はい、ジンコ。はい。よし。こら、こいつ、しょうがないやつが大人をからかったりして。大人になってもいいんでしょ。ええ。でも、帰りますわ。明日、みんなと芝居見に行こうと思ってんですけど。おう、芝居を。珍しいな。いいわね。お千代さんから切符を読まなくていただいたんで。そうか。お千代さんから。ねえねえさん、僕は嫌だな。なんだか気の毒だもの。あんたって男のくせにそんな心配しなくたっていいのよ。ちゃんとすることはしてあるんだね。行きましょうよ、ね、だからお泊まんなさいよ、ね、ええ、でも行きましょうよ、ね、じゃああんたから遊べなくちゃダメよ。ねえ、お泊まんなさいよ、お姉ちゃま。そうして私とお姉ちゃまと年々決めちゃうよね。実に立派なもんだな、あの夫婦は。私なんかとってもあんな高い気持ちになれそうもないわ。その生活してたら10年経っても20年経ってもああはなれないな。あれが本当の青い鳥かしら。さあ僕たちには分からない。でもね、お姉さん寂しくないのかしら。東京で生まれて、東京で育って、こんな田舎引っ込んじゃって。それよりも、あんなのんき坊主の奥さんになってよく辛抱できると思うよ。君ならどう？そうね。行く先も言わずに何日も家を空ける。それを奥様は平気でいる。そのくせ、とっても幸せそうな顔して。君、聞いてみないか。それで幸せですかって、うん、そこが一番問題だよ。いやよ、そんな。あんたを聞きなさいよ。僕は嫌だよ。じゃあね、じゃんけんしましょう。よし、やろう。ね、やろう。いいこと。じゃんけんぽん。じゃんけんぽん。
っと聞きたいんですけれど。は？あの、姉さんは兄さんと結婚して幸福ですか？え？いや、その、幸せですか？幸せって。つまりその満足してるか楽しいのかって言うんです。え、まあ、もう僕聞きたくないんですけど、じゃんけんで負けちゃって。そんなこと考えてみたこともありませんわ。どうでしょう、そんなこと自分でも分かりませんわ。どうしてです？だってあんまり突飛なことですもの。え、突飛ですか？腹減ったぞ。駅から牛を引っ張ってきたもんで。起きた、ぼや。ねえ、兄さん、どこにしたんです？千葉の牧場さ。牛の公開に行ったんですか？ああ、品評会で一等取ったやつの子でね。純粋のホルスタインなんだ。こいつを単色させるんだ。素晴らしいぞ。兄さんは相変わらずのんきだな。のんきどころか。この牛は申し込みが多くて苦労したぞ。いや、そうじゃないんですよ。幾日も黙ってうちを開けて心配にならないんですか？うん、お前あれだろう、結婚というものを幸福だとか愛情だとかそんなものに目標を置いてるんだろう。うん、さん、はい。ねえ、それがどうだっていうんです？どうっていうわけじゃないけど、まあ俺の考えを言えばだね、愛情だとか幸福だとかそんな言葉はどうだっていいんだ。お互いに体に気をつけて健康なピチピチしたいい子をたくさん産むこった。どうだ、俺の子供を見ろ。第一、よく飯を食うだろ。兄さんの考えは少し極端だな。どうして？まるで牛や豚の繁殖と同じ考えだもん。少しひどいや。バカ、牛や豚の繁殖はそんな簡単なもんじゃないんだぞ。何百年もかかって品種改良してやっと今のような立派な種が固定したんだ。兄さんと来たらすぐ自分のことにしてしまうの。少しは人間の生活のことを考えたらどうです？余計なこと言わないでさっさと食え。この豚汁はめったによそじゃ食えないんだぞ。ヨークシャーのパリパリなんだから。兄さんとは野蛮だな、考えが。ん？お前の方が甘すぎんのさ。お前なんかにまだ結婚の意味が分かるもんか。ねえ、秀子さん。はあ、さあ、ここ、おい、食えよ。うん、美代子、この間作ったチーズ、もういいだろ。持ってきてみよう。はい。ねえ、あなた。ん？秀子さんみたいに若い方にあんまりずけずけ言わない方がいいわ。とにかく。まだ結婚なんか早いよ。もう一度よく二人とも考え直してみるんだな。え？私たち少し夢みたいなことを考えていたかもしれないわね。そうだな。甘やかしすぎるんだよ。そうね。いや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 、振り立てが来たいのよ。本当に、まあ、どうしてそう分からずやなの。
正月着るもんなのよ。いやいや、振り袖が着たいよ。もうできたけたら帰ってきます。お姉さまはお支度は？だってこの服は手を離さないんですもの。じゃあ私がお洋服着てますね。そう、じゃあお願いします。すいません。さあ、じゅんこちゃん、これ着ましょうね。いや、振り袖なくて。いや、そんなこと言わないでこれ着ましょうよね。いやいや、ダメ。いや、このお洋服着てちょうだいね。いや、着なくちゃダメよ。いや、ダメ。いや、お願いだからお姉ちゃん頼む。いや、ダメよ。いや、着てくんなきゃダメ。いや、ダメって言ったらダメよ。いや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 、ダメよ。着るの、ね、ああ、お利口さんね。さあ、これ着ましょうね。お利口さんだね。脱いでね。長いかもしれんよ。お父ちゃん、まあ遊びましょうよ。ああ、よしよし、まあそう。兄さん、うん、通知なり電報打つなり僕やりましょうか。いや、つながってるには及ばんよ。いずれ知らせる。兄さん、でも今度は。いや、心配するなよ。支度ができました。そう、よし。お母ちゃん。はい、お姉さま、なんかお手伝いすることありません？ええ、もういいのよ。そう。純子ちゃん、これ持ちなさい。じゃあ行ってくる。頼むよ。兄さん、駅まで参ります。そんなことしない方がいいの。いやいや、構わんでください。じゃあ行ってまいります。じゃあご無事で。お大事に。いや、ありがとう。
必要はおとなしくして言うことを聞くんですよ。はい。はい。いってらっしゃい。はい、行ってまいります。いってらっしゃい。ね、そうですか、なるほど。ご当人同士がどうしても気が進まないとおっしゃるならやむを得ませんな。では当分の間延期ということで。いや、どうぞあしからず。いやいや、とんでもない。こちらこそどうも至りませぬことで。なお、今後とも お付き合いを。どうかよろしく、特にこの俳句の方ではな。どうぞどうよろしくお願いします。さあ、さあさあ、いや、さあ。じゃあ人様の前で取り乱したりなどしてみっともない。しょうのない。どうも私も最初から少し年がお若いのじゃないかと案じておりました。ダメになっちゃったんだよ。ちぇ、当てが外れちゃった。
できましたかな。できました。自宅ができました。おそうか。自動車はまだか。まだです。まだだ。分かっているよ。じゃあもう一度電話をかけなさい。電話かけなさい。分かってますよ。しばちゃん。なに。おふりさで綺麗ですよ。綺麗なお目もね。おじちゃん、おふりさで綺麗ですよ。綺麗だね。すぐモーニング持ってくることになっておりますから、どうぞ。ね、間に合わないとみっともないからね。お父様の文字借りたらどう。お母さん大丈夫なんですよ。お千代がきっともう持ってきますから。大丈夫、間に合いますからね。どうしたのな、お千代。本当に嫌だよ、この人は。ダメだよ。考え事してるんだから。何をしているんだろうな。自動車はまだですか。まだのようでございますが。何を言ってるんです。もう一度見てきなさい。では、もう一度見てまいります。自動車はまだかい。もう一度見てきなさい。もう来ていますよ。ねえ、言いつけ早く起きなさい。大丈夫ですよ。そう、人が来ないの。困ったわね。話したいことがあるんだけど。島様のお嬢様がお見えになりました。おめでとうございます。ありがとう。よく来てくださったわね。お別れの言葉を言いたかったんです。綺麗だわ。私もあなたに聞きたいと思ってたことがあるの。ねえ、秀子さん。え、何です。お車が参りました。さあ、車引きましたよ。お母様、ちょっと待って、5分間。秀子さん、いらっしゃい。どこ行くの、千鶴子。バカね、純子ちゃんは。トムさ
姉さん。あんた寂しいんでしょ。ね。はっきりおっしゃいよ。これが私の最後の言葉よ。ねえ、寂しいんでしょ。でこさん。ひでこちゃん、あんたも寂しいんでしょ？ね、そうでしょ？よかったわ。二人の気持ちの上に、これが一番必要だったのよ。安心したわ。おい、千鶴子、お前、何をグズグズして。うん、おじい様、二人はやった青い鳥を捕まえたのよ。そうか。青い鳥がいるわ。どこ？ほら、ほら、あそこ。あ、もしもし、あのうちのインコ知りませんか？あ、あっち行きました。またやったね、君は。ごめんなさい。